伊勢湾台風、伊勢湾台風、伊勢湾台風、昭和34年台風第15号、国際名、ベラ、ベラは、1959年、昭和34年9月26日に、潮の岬に上陸し、紀伊半島から東海地方を中心とし、ほぼ全国にわたって、甚大な被害を及ぼした台風である。伊勢湾沿岸の愛知県、三重県の被害が特に甚大であり、 伊勢湾台風と呼ばれることとなった。人的被害は、紀伊半島の和歌山県、奈良県、伊勢湾沿岸の三重県、愛知県、日本アルプス寄りの岐阜県を中心に、犠牲者5098人、死者4697人、行方不明者401人、負傷者38921人、消防白書平成20年度版に上る。 犠牲者を3000人以上出した台風として、室戸台風、枕崎台風と合わせて、昭和の三大台風に挙げられ、その中でも最悪の被害をもたらした。その犠牲者の数は、1995年1月17日に、兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災が発生するまで、第二次世界大戦後の自然災害で最多のものだった。また、 ほぼ全国に及んだ経済的被害は莫大なものとなり、GDP 被害額は阪神、淡路大震災の数倍、関東大震災に匹敵し、東日本大震災との比較対象に達するものであった。人的、経済的被害の規模の大きさから、明治維新以後で最大級の自然災害の一つである。災害対策について定めた。 災害対策基本法は、この伊勢湾台風を教訓として成立したものである。また、2013年に、気象庁が運用を開始した、特別警報も、台風については、伊勢湾台風クラスを基準としいる。1959年、昭和34年9月20日に江庭徳島付近で、1008ミリバール、当時の谷、ミリバール。 ヘクトパスカルに同じの弱い熱帯低気圧、当時の用語が発生、西に進み、21日にはサイバン島の東を北上しながら、次第に発達し、21日21時には1 0 0ミリバールの台風第15号となって、再び西寄りに進路を変えて、急激に発達した。9月22日9時には996ミリバールで、あったものが、 同日15時には970ミリバール、翌23日9時には905ミリバールとなり、22日9時からの24時間で91ミリバールも気圧が降下した。発達はさらに続き、23日15時にはアメリカ軍の気象観測飛行機により894ミリバールが観測された。中心付近の最大風速は秒速75メートル、アメリカ軍の観測では、 秒速90メートル、風速秒速25メートル以上の暴風雨圏、暴風域に同じは半径300キロメートルであった。台風第15号はその後もあまり衰えることなく、9月25日昼頃まで900ミリバール前後の猛烈な勢力を保ち、震動を北西から次第に北に転じて26日9時には、潮の岬の南南西400キロメートルに達したが、 その時でも、なお中心気圧920ミリバール、最大風速秒速60メートル、暴風圏は、東側400キロメートル、西側300キロメートルという、猛烈で超大型の台風であった。台風は26日18時過ぎ、930ミリバールの勢力をもって、潮の岬の西15キロメートル付近に上陸した。日朝までの進速度は、 毎時 30km 以下であったが次第に加速して、上陸後は60から 70km で、紀伊半島を縦断し、中央高地を経て27日0時過ぎに、日本海に抜けた頃には 90km にも、達している。27日9時前後に、秋田沖に進んだ中心は、次第に消滅し、青森県の日本海上に、新たな中心が生じて、東北東進する。 ジャンプ現象を起こした。台風は同日21時に北海道の東で温帯低気圧に変わり、東、太平洋にまで達して10月2日に消滅した。伊勢湾岸の高潮による大災害から9月30日、気象庁により伊勢湾台風と命名された。アメリカ海軍のレポートによれば、中心付近の最大風速は165ノット。 約秒速84.9メートルを記録している。1964年、昭和39年に、それまで用いていた、気圧計が実際より0.25ミリバール高い、誤差であることが分かり、1970年代には、過去のデータの修正が行われたため、当初、929.5ミリバールとされた、伊勢湾台風の記録は、現行の通り改められたほか、 室戸台風の最低気圧911.9ミリバールも911.6ミリバールに変更されるなど古い資料を利用するにあたっては注意が必要である。台風第15号は早くから超大型の台風として日本本土を伺っていたので気象干渉の対応も早期に実施された。名古屋地方気象台は9月25日に 海上強風警報発令、同日に行われた予報検討会では以下の事項を決定した。気象庁においても25日午後に建設省、運輸省、いずれも当時の名称、消防庁、報道関係などに対する説明会を持った。こうした経緯に沿って、愛知県では26日11時15分に、三重県でも11時30分に、暴風、波浪、 高潮の各警報が発令され、厳戒態勢に入ったが、それでも気象観測始まって、以来の大災害が引き起こされた。全国被害状況集計において、犠牲者5098人、死者4697人、行方不明者401人、内愛知県で3351人、内名古屋市1909人、三重県1211人と、 伊勢湾岸の2県に集中。負傷者38,921人。全海家屋36,135棟、半海家屋113,052万棟、流出家屋4,703棟、床上浸水157,858万棟、船舶被害13,759隻。被災者数は全国で約153万人に及んだ。 うち、三重県は約32万人、愛知県は約79万人と、県全人口の約2割が被災した。南寄りの暴風で、海水が熊野灘、伊勢湾、三河湾の最大部に吹き寄せられ、和歌山県南部から愛知県までの広い範囲で高潮による浸水が発生し、名古屋市南区付近は1ヶ月以上も水が引かなかった地域があった。 名古屋市南部、南区、港区、及び、隣接する、海府郡南部、蟹江町、飛島村、八富町、原八富市、十四山村、道市など、千田郡北部、大高町、原名古屋市緑区、上野町、玄東海市など、は、江戸時代に、遠浅の海を観択してできた神殿で、海面下にから3メートルの土地もあったため、高潮により、一旦、 海岸堤防が破壊するとひとたまりもなく水没した。これら低地の復旧のためには、まず、堤防を完全に作り直した上で、ポンプにより、海水を排水しなければならなかったため、水没地域が完全になくなったのは、被災から、半年経った翌年3月下旬であった。その間、多くの世帯の組取式便所の汚水が溢れ出たままとなり、また、 孤立した人々の排泄物も停滞するなど、公衆衛生が著しく悪化した。同年10月6日には早くも次の台風16号が東海地方等を通過し、岐阜県養老郡養老町で豪雨により田畑が水没する等の被害が出、水が引いた後の5月には地理地震津波が発生し、台風が通過した東北地方太平洋側と三重県南部を中心に再び被災した。 台風の速度が非常に速く、雨の継続時間が比較的短かったにもかかわらず、奈良県吉野郡川上村潮の葉で夜7時における時間雨量が118ミ、mm、リメートル、9月26日の1日雨量が650ミ、mm、リメートルという猛烈な豪雨となり、木の川流域におけるこの年の年間降水量は3、655.8ミ、mm、リメートルで、 平年の2倍以上であった、木の川や串田川など大台ヶ原を水源とする河川は、洪水被害が大きくなり、橋梁の流出4160カ所、堤防決壊5760カ所などがあったのを、はじめ、山間部では土石流や鉄砲水による重火や、高地の流出、埋没の被害が大きかった。岐阜県養老郡養老町では、伊比川の堤防が決壊し、 ほとんど水に浸かった。台風の際には比較的顕著ではない発雷も豪雨に伴って発生した。暴風による被害も大きかった。最大風速は四国東部から関東南部の沿岸で秒速30メートル以上、伊勢湾沿岸では秒速45メートル以上、瞬間的には秒速65メートルを超えたところもあった。このため建物の前半回 送電線の切断、電柱、鉄塔の倒壊、風倒木が多く、潮風害も多発した。ハンダ協定上は、この台風により、選手控室を除くすべての建物を損壊したため、閉鎖を余儀なくされた。なお、同協定上の主催者であったハンダ氏は、現在に至るまで、常波協定上において一部日程の例を、主催している。伊勢湾台風は、 震度予想もかなり正確であり、早い時期から上陸が確実視され、十分な災害対策を講じる余裕があったにも、かかわらず、空前規模の被害が発生した。特に顕著であったのは、高潮の被害であった。台風の勢力が衰えず、熊野灘から北湾、三河湾、伊勢湾では、台風が西側を北上して、非常に強い南寄りの暴風が持続する状況となり、 各地の気象干渉で過去の記録を更新、最低気圧の記録も同様であった。この強い風による吹き寄せと低気圧による吸い上げの効果により高潮が起こり、満潮時を外れていたにもかかわらず、名古屋港では海水位が平均海面上3.89メートル、内気象上は3.45メートルで、それまでの最高であった室戸台風の3.1メートルを上回った。 工事基準面からの高さは5.31メートルに及ぶ観測史上最高水位を記録した。名古屋地方気象台では高潮警報は出したものの長位は2メートル程度と予想していた。この記録破りの高潮に対し、伊勢湾王の海岸堤防の高さは3.38メートルしかなく、また名古屋市周辺では急速な工業発展に伴う地下水の組み上げで、 地盤沈下が激しく、高潮に対して非常に脆弱な土地が広がり、そこに無計画に市街化が進んでいたことも被害を拡大した。名古屋市南部を含む伊勢湾岸に多い干拓地の被害も激甚で、なべた干拓地では堤防のほとんどが破壊され、住宅地と高地は全滅318人の在住者のうち133名が犠牲となった。 伊勢湾台風の高潮が記録的であったのは台風の勢力が強大で猛烈な吸い上げ効果があったことと伊勢湾が奥行き深く遠浅でその影響を受けやすかったことによる。また地形が高潮や津波が河川遡上しやすい構造となっているため河川堤防も決壊した。台風襲来時が満潮、さらに大潮と重なったためであるという話があるが 当日は少なくとも、大潮ではなく、上陸時間ともずれがある。風向きと高潮が押し寄せる方角が同じであったことから、暴風によって陸地に押し寄せる高潮を加速させた。台風による大雨も高潮による陸地部分の浸水の深さを増すことになった。名古屋港は、外洋への出口が狭いことと、増水した水が港へ流れ込む河川。 川口部が多いことから降水単独による潮位昇るも起きやすい傾向にある。このような高潮で最も多くの人命が失われたのは名古屋市南西部の南区や港区であるが、これには名古屋港の貯木場、現在の白鳥公園付近にあったから流出した20万トンに及ぶ羅ン材などによ、ところが大きい。直径1メートル、長さ10メートル。 重量7から8トンにもなる木材の大群が高潮に乗って住宅地を破壊したものである。高波と風の勢いでこの巨大な木材が縦に転がったという目撃談もある。南区ではおよそ1500人の犠牲者の大部分がこうした流木によると推定されている。さらに流木によって倒壊した家屋が流されて他の家屋に衝突するケースもあった。また、当時、 行政側の効果的な避難誘導や防災体制が不十分だったため、住民の台風災害に対する認識が希薄だった。行政による避難勧告も実施されなかった地域も珍しくなく、自分たちが近くに高台もなく、海抜高度の低い危険地帯に住んでいることを知らない、まま被災、死亡した住民も多かった。台風の接近により停電となったことも、 当時重要な情報源だったラジオが使えなくなり、乾電池を電源とする携帯式のトランジスタラジオは開発されて間もなく、しかも高価だったため普及していなかった。結果として避難の機会を失う一因となった。その一方で、安政東海地震での津波からの復興に伴い、沿岸部からの集団移転が行われた愛知県豊橋市一帯では被害が軽減され、 三重県三重郡楠木町、現、四日市市愛知県壁南市の壁南干宅地、川口町では、日没前には住民の避難を完了したことにより、一人の犠牲者も出さなかった。伊勢湾台風の大被害により、日本の災害対策は根本からの変更を迫られた。被災から2週間後の1959年、昭和34年10月9日には、 当時の科学技術庁長,長官、中曽根康弘を委員長とする臨時台風科学策委員会が設けられ、現地を視察した中曽根は防災のための立法措置を示唆している。そして、1961年、昭和36年1月に災害対策基本法が公布された。災害対策を総合的かつ計画的に進めることとし、防災計画の作成、災害予防、 災害発生時の対策や救援、復旧等の基本がまとめられたものである。また、東京をはじめとする、全国各地の防潮堤、堤防の建設や改修も伊勢湾台風を基準とし、伊勢湾沿岸では特に、地元三重選出の当時の建設政務次官、田村元主導のもとで、国や県が協力して、防潮堤や包みを完成させた。 高潮の被害に遭った愛知県や富市のなべた、干拓地の堤防は、伊勢湾台風級の高潮が来ても決壊しないように、高いだけでなく幅も広くとって強固に作られ、オランダ式堤防と呼ばれた。ただし、地元では前日の田村に感謝を込めて、田村の堤防とも呼ばれている。これに加え、治水対策が強化された。従来進められていた。 治水計画を大幅に上回る洪水を記録した河川が多く建設省や各地方自治体は河川改修を根本的に見直さざるを得なかった。このため、伊比川や木の川、串田川、淀川などの水系で治水計画が改められ、伊勢湾対風時の洪水に耐えうる治水計画、河川総合開発事業が計画された。これは宮川流域だけが 宮川ダムの洪水調節によって、浸水被害を最小限に食い止めたことなども影響している。伊勢湾台風を機に計画、建設されたダムとして、徳山ダム、横山ダム、伊比川、大滝ダム、木の川などがある。伊勢湾台風は、東海テレビ放送及び中部日本放送、現、CBC テレビ CBC ラジオなど、愛知、岐阜、三重三県の民放再編や、 災害時における一般市民とラジオのあり方について影響を与えた。台風襲来当時、日本で最初に開局した民放局である CBC は、テレビ放送を開始して3年未満、ラジオ放送を開始して10年に満たず、CBC と同じ中日新聞社系列の東海テレビは開局して1年も経っていかった。NHK 名古屋放送局のテレビ放送もやっと5年を、 経過した状況であった。1959年、昭和34年4月10日、当時の皇太子と正田道子の正規のご成婚があったことで、テレビジョン放送の全国ネットワークがようやく作られ、始めたものの、白黒テレビはまだ高値の花、当時14インチで約6万円程度イコール現在の価値で換算すると、約60万円相当だった。 当時主流のラジオは、中波、AM 放送しか存在せず、NHK 名古屋は、現在同様3県をエリアとしていた。民放は、CBC ラジオが名古屋に本社を置いて3県をエリアとしていたものの中継局は今と比べ少な、それ以外には、岐阜県域のラジオ東海と三重県域の近畿東海、放送が存在する程度であった。しかも、NHK、民放の両方とも、 常時24時間放送を行ってよらず、報道取材体制についても、現在ほど充実したものではなかった。伊勢湾台風の教訓から、乾電池を電源として使用可能な、当時最新の半導体技術を用いた小型の、携帯トランジスタラジオの普及が進む要因となり、これによりラジオ放送が受信可能な状況が大幅増え、いつでもどこでも迅速な情報入手が可能となった。 ことで台風や地震の時に活用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。